サンディアルカンタラ・モンテロは、ドミニカ共和国産、フワンシューサンフワンデーラ・マグアナ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。AA 級スプリングフィールド時代2013年7月に、セントルイス・カージナルスと契約して、プロ入り。2014年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・カージナルスで、プロデビュー。 12試合に登板して1勝9敗、防御率3.97、55奪三振を記録した。2015年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグカージナルスでプレーし、12試合に、先発登板して4勝4敗、防御率3.22、51奪三振を記録した。2016年は、A 級ピオリアチーフスと、A 級パームビーチカージナルスでプレーし、 二球団合計で23試合に先発登板して5勝11敗、防御率3.96、153奪三振を記録した。2017年、マイナーでは a 級スプリングフィールドカージナルスでプレーし、25試合に登板して7勝5敗、防御率4.31、106奪三振を記録した。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 3日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは8試合に登板して防御率4 3に10奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2017年12月14日にマーセル・オズナとのトレードでマグネ・ウリス・シエラ、ザック、ガレン、ダニエル・カスタノと共にマイアミ・マーリンズへ移籍した。 2018年6月29日のニューヨークメッツ戦ではメジャー初先発を務め5回を1失点の投球でメジャー初勝利を挙げたこの年は6試合に先発登板して2勝3敗防御率3.4430奪三振を記録したしかし右駅下感染症で故障者リストに入った2019年5月19日のニューヨークメッツ戦で 89級で2ヒアンダカンプーし、初位マダックスを達成した。また、唯一2019年度のマーリンズの選手でオールスターゲームに選出された。8回に登板し、1アンダーを浴びたが無失点に抑えた。またマーリンズのフランチャイズ記録も打ち立て、新人投手では最も多くのイニングに登板し、また、ドミニカ出身投手では最も多くのイニングに登板し、 また脱三振数も最多だった。2020年は自身初めて開幕投手を務めた。2021年4月1日のレイズとの開幕戦で2年連続2度目の開幕投手を務めた。送信のハードボーラーで速球は90マイルパーアワー大後半1発秒と威力抜群だが変化球の精度が低くリリーフ転向の可能性もあると言われている。ありがとうございます。